また楽しそうな授業ないかな。お菓子を作る授業とか。アーニャもやりたい。ピーナッツ作る。それは無理だろ。おい、さっさと掃除を終わらせろよ。そうだそうだ、ダミアン様の手を煩わせるな。庶民は本当どんくさいですね。ムカつくけど我慢。次男と仲良くならないと世界平和が。こら、アーニャちゃんをいじめるのはやめなさいってば。インペリアルスカラーになりたいならもっと大人になりなさいよ。なんだよ、お前には関係ねえだろ。行こ、アーニャちゃん。あんな奴らと喋ったって無駄よ。ベッキーかっこいい。大丈夫よ、アーニャちゃん。何かあっても私が守ってあげるわ。先生、掃除終わりました。おお、すっかり綺麗に。ん、何かまずかったですか。あ、次男の肩にでっかいホコリついてる。ホコリ、おい、ほんとだ。気をつけたまえ、ダミアン・デズモンド。服装の乱れは心の乱れだぞ。気をつけます。服が汚れるほど掃除を頑張ったということだな。その努力はベリーエレガントだ、デズモンド。はい。よかったな、次男。な、見てんじゃねえよ、チンチクリ。聞け、ベッキー。悩みある。え、どうしたの、アーニャちゃん。悩みがあるなら相談に乗るわよ。星のこと、噂は聞くけど全然当てにならないわよね。前の体育の時も結局ステラはもらえなかったし、成績もだけど、やっぱり社会貢献とかもしないと難しそうよね。とにかくできるところからコツコツやっていくしかないわね。一緒に頑張りましょう。うい。
おかえり。おかえりなさい。おう。アーニャさん、何を描いているのですか？今、アジトのマップを作っている。アジト？このお家の地図に見えますが。そう、秘密組織 P2 のアジトだ。なるほど。リビングには何て書いてあるんですか？ここは司令室だ。毎日情報を集めている。それでは私の部屋は秘密の場所？母の部屋は秘密を知ったら生きては帰れない。そんなことないですよ。ただいま。ん？何をやっているんだ、アーニャとヨルさん。父、おかえり。おかえりなさい、ロイドさん。今、アーニャさんとお絵かきをしていたんです。そうでしたか。母子の交流は順調と言えるな。仲が深まることはこの任務でも有利に働くはずだ。なんだか楽しくなってきちゃいました。アーニャ、よかったな。うい、母とのお絵かき楽しい。そろそろご飯の準備をするか。チッチ、アーニャ、ご褒美欲しい。確かに最近頑張ってたしな。わかった、検討しよう。
事疲れちゃったな。ノットエレガント、今は休憩時間かね、フォージャー。あーにゃ大ピンチ。身の回りを美しく保つのもエレガンスを身につけるためには重要なのだぞ。掃除はサボらずきちんとやることだ。わかったかね。はい、頑張ります。あのチンチクに怒られてやんの。デズモンド、手が空いてるなら紳士らしくフォージャーを手伝ってはどうかね。けっ、くそ、とばっちりだ。次男いい気味。
玉ねぎが安かったので。おかえり。はこの部屋のどこかに必ずあるはずだ。先輩、何を探しているナス？父に隠されたピーナッツだ。P2 にとってピーナッツは必須。必ず見つけてみせる。アーニャさん、あまり散らかしてはダメですよ。ここにもない、こっちにもない。この引き出しの中は。あった！さすがです、先輩。アーニャさん楽しそうですね。先生、アーニャちゃんは一体何？ああ、うん、ちょっとな。お絵かき。これはお絵かきかしら。このよくわからないものは何？失礼なお姉さん。やはり私が母親としてこの子に教育を。そして先輩はそんな私に君と結婚するよなんて。アーニャにはわかる。お姉さんはいつも父のこと考えてる。アーニャ、学校の友達書く。それがイーデン校から出された宿題か。お前向きの宿題だが、普段もそれくらいやる気ようだな。まあまあ、ロイドさん、アーニャさんが宿題にやる気いっぱいなのはいいことですよ。それでアーニャさん、お友達はどなたを書くつもりなんですか？ベッキー。ブラックベル家の娘か。アーニャとはかなり親しくなっているようだな。アーニャさんとベッキーさんは本当に仲良しですね。うい、アーニャとベッキー仲良し。そろそろご飯の準備をするか。アーニャ、ボンドと星いっぱい集めるメス。
ほう。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 Woohoo!